送信書全継毎日放送高石ラジオ送信書は大阪府高石市西鳥市にある毎日放送の中波放送送信書1961年6月1日に運用を開始した1992年3月15日から2010年2月28日までは AM ステレオ放送を実施2013年10月1日からは 送信所の敷地内で毎日放送高市太陽号発電所を運営している。MBS ラジオの開局当初は、大阪市住吉区神田町4丁目にあった、神田ラジオ送信所から送信を行っていたが、電波の電波上不十分な面があったため、当時の戦北軍高市町へ移転することとなった。送信所の工事は1960年9月から行われ、 翌年1月に送信書建屋の上等式が挙行され、6月1日から、同送信書からの送信を開始した。なお、神田ラジオ送信書の送信書建屋は送信書、閉鎖後に、同社千里級、スタジオ敷地内に移築され、集会所として使用され、送信書跡地には、大阪府立大和川高等学校が建てられた。また、局舎には、毎日放送ラジオ送信書という、 大きなネオンが取り付けられている。2016年3月のワイド FM 開始からオープニングクロージングの局名告知で大阪高石送信所とアナウンスされている。高石市には朝日放送ラジオのラジオ送信所も所在する。こちらも一足早く1960年に堺市から現在地に移転している。地球環境保護、電力供給不安の解消。 社会への貢献を目的に2013年10月1日から20年間の予定で運営。毎日放送ではこの発電所の完成を機に在阪の放送局では初めて太陽光発電事業に乗り出した。送信所敷地のうち公園、店舗などの敷地を除く送信アンテナの基部に電気工業の施行でパナソニック製の太陽光。 パネル2884枚を設置した。実行出力は6 0 0ットで、年間発電量は約70万 kWh。一般家庭約190世帯分の年間使用量に相当する電力を生み出せることから、バイデン方式で発電全量を関西電力に販売する。ありがとうございます。